そうか。はい。はい、じゃあ良ければいい。何が？あ、ごめんごめん。コンセクレートの菅野龍河と佐藤和人と武蔵だ。佐藤和人と、はい、と、まだ。はい、じゃあ本番いきます。はい。1周目。はい。よーい。はい。こんばんは。コンセクレートの菅野龍河と佐藤和人と武蔵だ。今週はアルバムコンセクレートストーリー版の中からお届けします。この曲は受け継ぐ者の覚悟を詩にしました。曲はカズさんがコンセクレートのために初めて書いた曲を歌います。カズさんどうですか？はい、緊張してます。ではというわけで聴いてください。リサイト。はい、ちょっと一瞬確認させてもらってどうでしょう。そうです、尺もっとね、テンパるかと思ってテンパった瞬間に振ってやろうと思ったら意外とちゃんとコメントしたからびっくりした。びっくりした。ええとか言ったらリサイドって思ったら意外とちゃんと言ったから、おい、偉い。長かったですか？もうちょっとテンパるか。長かったですか？そうですね、長い。どんぐらい長い？ですね、いっぱい長い。僕の個人的には10秒ぐらい切った方がいいんじゃないかなと。わかりました。振らなくていいかな。はい、ちょっと待ってください。振らない振らない振らないよ。ごめんなさい、ちょっと僕の方のミスもありました。え、そうなんですか？僕の方のミスもあってちょっと長いんでもう一回お願いします。あ、はい、わかりました。多分そうですね、15。15だっけ？できたら15が僕的にはベストなんじゃないかなっていう。はい、15がベストですね。思ってます。はい、15でね。結構じゃない。曲名プラスどうぞお願いします。はい、はい、じゃあごめんなさい、アルファベよろしくお願いします。はい、はい、本番いきます。はい、はい、よーい、一周目テクス。はい、こんばんは。コンセクレートの菅野龍河と佐藤和人と武蔵だ。今週はアルバムコンセクレートストーリー1の中からお届けします。この曲は受け継ぐ者の覚悟を詩にしました。そして曲は和さんが初めてコンセクレートのために作った曲です。それでは聴いてください。 Decide。 はい、 OK です。ありがとうございます。はい、2曲目なんだっけ。やばいやばいやばい。じゃあ準備できたら声かけてください。よーい、はい、こんばんは。コンセクレートの菅野龍河と佐藤和人と武蔵だ。今週は新曲をお届けします。この曲は少年が旅立ち、そして新たな愛に出会う海の中での物語です。それでは聴いてください。 Love Life。 はい、 OK です。はい、はい、次はそう、円盤、はい、行きます。はい、じゃあ、3周目行きます。はい、よーい、はい、こんばんは。コンセクレートの菅野龍河と佐藤和人と武蔵だ。今週はアルバムコンセクレートストーリー1の中からお届けします。この曲はミイラ文化をテーマに詩を書きました。聴いてください。エンバー。はい、 OK です。はい、ありがとうございます。はい、はい、はい、行きます。はい、はい、じゃあ行きます。4周目、よーい、はい、こんばんは。コンセクレートの菅野龍河と佐藤和人と武蔵だ。今週は新曲をお届けします。この曲は都市伝説をテーマに書いた曲です。あの日何が起きていたのか、そしてこれから何が起こるのか、それを暗示している曲です。それでは聴いてください。
18、信じるか信じないかはあなた次第です。はい、ありがとうございます。やりすぎ都市伝説じゃないですか。正解です。関さん、はい、はい、関さん、はい、小林さんのことがちょっと書かれてたんで、これ入れた方がいいかな。出てらっしゃいますもんね。出てらっしゃいますもんね。はい、出てますもんね。毎回好きで見てます。ですね。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。